ということで、はい、今回から新番組が始まりました。あーどうもー、出演者は私、山野キングと、そして私、DMM パチタウン専属パチスロ愛好家のまゆみです。はい、ということでこの2人でですね、はい、今回から新番組でございます。この番組はですね、これから3回とりあえず続くのは決まっております。はい、3回はご一緒できるということで。そうです ね、この3回のうちに何をするかと言いますと、はい、パチンコパチスロをもちろん打ちます、はい、で2人で目標サマイスを決めて、はい、そのサマイスをプラスにできたら、はい、達成できたら、はい、ミッションクリアということで、3回中2回2回ミッションクリアすることができれば、マジか、なんと番組を見ている皆さんにスペシャルグッズをプレゼントということで。おー素敵、なんだろう、これはね本当にね、はい、スペシャルってついてますから。そうですよね、スペシャルの日本語訳わかりますか。特別なグッズ、特別なグッズ皆さんに差し上げるということで。私も欲しいんですけど。その辺の、はい、あの責任持ってますから、2回達成しないとあげれないですよね。皆さん欲しいですもんね。達成すればあげれる、はい、僕とまゆみちゃん の、はい、あの腕にかかってると。だからもう2人で協力して、はい、その3枚をプラスにしようという番組なんですが、はい、2人の3枚を決めるのは、はい、こちらになっております。お、はい、手伝ってきました。話を手上げちゃった。こんなアナログな切れ方あるんでしょうか。今時サイコロ、サイコロで、はい、出た目かける1000枚、あ、分かりやすいですが目標3枚になります。はい、じゃあまゆみちゃん、私が振っていいんですか。そう、とりあえず1回目はクリアしよう。分かりました。 1いいですか。これでもあれよ、何ですか、これで引きが分かるよ、ある程度。で、私今日、あ、いいよ、私今日何、抽選、あ、抽選、あ、そう、抽選番号、抽選番号言いましょうか。とりあえず言います。何番ですか。私16番だったんですよ、珍しく。結構並んでるね。そうなんですよ、100人以上ぐらい並んでて、はい、16番、僕が82番、どっちが必要でしょうか。じゃあいきます。頼むで、1やで。はい、1やで、お、高く上げたで。4 4 4半分より上やで、これ。4000枚。じゃあ、なるほどね。じゃあこれ作戦練らないか。そうですね、4000枚出すためにはどうするか、まあ、どういう機種いくかとか。そうそう、だからこの目標によってね、やっぱ選ぶ機種も変わってくるからですよね、うん、でも2人いたらね、え、心強いじゃないですか。いや、その2人がこれやろ。それが心配なんですよ。わかんないよ。まあでもね、愛好家ですから。はい、愛好家ですから、愛は勝ちますよ。じゃあもう後ろのまま行きましょう。ちょっとやめて、はい、行きたいと思います。1回目の一戦ということで、はい、頑張りたいと思います。はい、行ってみましょう。行ってきます。今回撮影にご協力いただいたワンダーランド浮葉バイパス店さんは3月31日にグランドオープンしたばかりのお店です。設置台数はパチンコ400台、パチスロ340台の充実なラインナップ、駐車場も491台完備しております。皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。さあ、先に入場したまゆみが向かったのは絆、あった、絆、わかんない、あ、絆ありすぎる、どうしよう、ちょっとごめんなさい、他にわーって取られちゃう前にパパッと取っちゃいましたけど、一応まゆみはバジリスク絆を無事ゲット。そして遅れて入場のヤマキンは、はい、お願いします。まずまゆみちゃんが何を取ってるかですよね。30台あるんですよ、南国。まゆみちゃんどこ行ったの。何取りました、まゆみちゃん。はい、何勝。いや、南国が30台あるからさ、いや、そこも狙い目だと思うんですけど、いいかなと思って。置き時きとかも結構多いじゃない、台数が、はい、だから置きスロ系かなと思ったけど、見てよ、お、一人しかいないのよ。南国でいいんですか。置き時きじゃなくていいんですか。どうしよっかな。どうしよっかな。ハーデスもありますよ。花火見てみよう。花火開いてるから。やっぱね、硬い人がいますよ。5台中2台埋まってる。プチマーメイドも面白いですよね。じゃあ面白いとかじゃないですよ、勝たないといけない。そうですよ、勝ってください。いやいや、南国も座りだしたな、みんな。なでは回していきたいと思います。店内をうろうろしているヤマキンに代わって、こちらはバジリスク絆から実践スタート、ま、とにかく私もね、早め早めに BC を引くことですよね。でね、いかんせんもう私あれですよ、サイコロをもう4とか出しちゃったから、結構責任感じてます。朝一から BC 天井とか嫌よ、すごい持ってない子になってしまうとか言ってたら300ゲーム超えちゃってますよ。もうちょっと昨日の前日最終が100何ゲームぐらい回されていてくれたらよかったのに。
あ、2回目来い。ようやく引いた2回目のチャンスリプレイ。ここはバジリスクチャンスに当選してほしいところだが、わあ、黒文字でやっと1回目のバジリスクチャンスが来ました。同色の早速青同色、ランプは黄色。怖っ。朝一の当たりはなんと同色 BC。 ここはバジリスクタイムに突入させたいところだが、わー引けない。うわは下手くそ。もうせっかくのチャンス何やってんだろう。残念、同色 BC のチャンスを生かせず。そして未だ瞑想中のヤマキンはようやく、あら111ゲームちょっとチャンスなんですけどね。いきなり1ゲーム目あったりするじゃないの。よし、これ行こう。さあ、じゃあ南国物語行きたいと思います。告知パターンも選びます。ちょっとオーソドックスな、まずは吸引告知から。とりあえず告知が発生するまでは演出はねほぼない感じですね。レイク引いた時も別に予告があるわけじゃないんで、取りこぼさないように慎重に打ちたいと思います。いや、やっぱちょっとね、今日初回なんでね、初回ぐらいちょっとミッション達成したいですね。初回はまず2回目のモチベーションが、2回目からのモチベーションにかかってくると意気込むヤマキンだったが、ここで今気づいたんですけど、やりたい放題好き放題の割にはいろいろ縛られてますよね。なんかミッション決められてそれを達成しないといけない、このプレッシャー、スタッフのプレッシャーがすごいんですよ。なんか1回目は本当頼むよみたいな、全然やりたい放題好き放題の感じがしない。うん、これ騙されてる気がする。そんなこと言ってないで早く当ててください。ちょっとまず1回当てよう。まず1回当てて一発でな、上がってくれるなんてないよな。まだね、そんなに打ってないんで、今どこのモードにいるとかね、そういうのは推測まだできないですね。ただ分かってるのはレギュラー、おっ、よしよし。これいきなりね、7が揃うなんてね、そんな甘い話はないと思いますね。レギュラー、よし、まい、レギュラーボーナス、よし。とりあえずレギュラーボーナスは20ゲームで、その間純増は1ゲームあたり 2.9 枚ですね。よし、終わりました。さあ、ここから32ゲームがチャンスなんですが、この今カウントが8ってありますけど、この間はレイクを引くと結構チャンス、かなりレイクでのボーナス期待度が高まってます。なんでここでね、スイカとかチェリーとか引ければ熱い。おい、引いた、スイカが滑ってきた、スイカ滑ってきた、あるんじゃないの、あるんじゃないの。いやない、ないか。いや、でもこれすぐ告知されない。おい、天才だな。もうこんな引き持ってたらもう光らないわけがない。大丈夫、どれくらいの期待とか分かってないけど、あ、ない、このチャンスをものにできなかったヤマキン。32ゲーム、ナイスね。その後32ゲームでも当たらず、はい、ちょっと告知パターン変えとこう。もう吸引はとりあえず1回見たから、サプライズ、サプライズがね気持ちいいんですよね。言ってる間2枚目、ちょっと待って、これなくなったら、これなくなったら1000枚でしょ、上乗せが5000枚。まゆみちゃんがいくら入れてるか。いや、これ、おい、来た、ん、
111で当たってたとかある？よしよしよし、2回目2回目のレギュラー来ました。おっしゃ、よしよしよし、早いゲーム数で2回目の当たりをゲット。次こそは32ゲーム内で当たりを引きたいところだが、頼むよ。あー、レギュラー来ないないかないか。あー、ダメだ。おいおい、あれ当たってた、当たってた。ちょっとこれなんすかね、これ油断させてからのがうまいですよね。これが女だったら本当付き合いたい。こういうサプライズ、本当サプライズです。よし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 、前に前にちゃん、前にちゃん、前にちゃん、まゆみちゃんやぼ、まゆみちゃんやぼ。ついにビッグチャンスを引いたヤマキン、興奮してまゆみのもとに。どうまゆみちゃん、ミッションクリアした、ミッションクリアした。 BC は引いたの？ BC 一回だけ引いたんですけど、ただやっぱチャンリプが引けないんすよ。それはもう自分の腕やろ。ちょっと変なのが揃っちゃったの。今ちょっと変なのが揃ったからちょっと見てもらっていい？なんかね、あ、わあわあ、しかもだって初当たりがもうビッグですもんね、これ。そうそう、いや多分ね、これ32で当たってたじゃないかなと思うんだけどね、うんうん、え、今ちなみに投資いくらですか？投資1万1000円。今いくら投資？1万5000円。1万5000円。目キョロキョロしてるけど、どうした？目がキョロキョロしてるけど、とりあえず俺はこれ連チャンさせるから、うん、そう、ちょ頼むわマジで。とりあえずプラス収支はして。いや、ね、どこ見てん、どこ見てん、どこ見てんの。さあ、まゆみの負債も判明したところで、ここから大連ちゃんお願いします。触りました。217枚。4000枚出そうと思ったら20連させないかな、これさせましょう。で、告知も変えましょう。蝶々ランプ告知、これまだ見てないですからね。これはもう蝶が光ればいいだけですね。いや、これさっきと背景が違いますけど、これが超ときめきゾーンですね。これ 80% ぐらいループ率があります。これ一発で終わるようなことだったらもう今日諦めるよマジで。いや、もうどっちの蝶を見ていいか、もう右目でこっち見て左目でこっち見ますからね。目が疲れるぞこれは。よし、光らすぞ。よし、完璧。今ね、同時に見た瞬間に光りましたからね。よしよしよし、いいですよ。え、これどっちからでもいいのかな。よっしゃい、はい、20連へのスタートが今始まりました。ビッグ2連目。あー、カウントアップはないですね。今日カウントアップも見たいですよね。その後も連チャンに成功し、見事投資分を回収したヤマキン。この勢いはどこまで続くのか。よかった。おい、はい。一方のマイビは3枚目。ヤバタン、ヤバタン、未だ追加投資中。ヤバタン、ヤバタン。わあわあとかやった。結構引いたから同色に上がってるかもしれない。ほら、同色に上がってたよ。これ信じていいのかな。ランプ白、ここでね、チャンリップをね、頑張ります。またしても同色 BC でチャンス到来。今度こそバジリスクタイムに突入させたいところ。わー、来たかもよ。とりあえずこれ外します。外せるかな。あ、
そろっちゃった。いや、外そうと思ったの、今外そうと思ったんですけど、やっぱ赤が見えた瞬間押しちゃったっていう。さあ誰が出てくるでしょうか。主人公だけど残念な感じです。源之助スタートに落胆する真由美と、ここで期待しちゃうよ、期待しちゃうよ。え、何から当たったのあれ。ただリプレイがぐるんっていっただけなのね。無双一戦じゃなかったよ。そんなすぐ出てこないか。てか青同色3連発なんですけど。よし、出る8連。ああじゃあ、チャンスリプレイ。有言実行。刺され。あ、刺さったんじゃない。あ、刺さってないの。あ、これは黄色の、黄色というかベル光学が黒で、4対4。お、次回予告来た。こらこら、きっと復活があるよ。ナイス源之助。その後もバジリスクチャンスは引けないものの、見事継続させていく。終わって点前、終わって点前。よし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 、やりやり。6対4。お、次回がなかったけど。源之助負けたくさい。うわー、はい、とりあえず4戦 で終了ですが、まだです。あー、来ない。投資分までは回収できなかった真由美。こちら山金は順調に連チャンさせ、プラス域へ到達。よし、ビッグ4連チャン耐えよう。強調ラップ、まだいけるでしょう。まだ大丈夫やね。この8ゲーム以内の子役で勝ったいですね。やばい、28、30。うわ、やばい、31。うわ、32ゲーム目です。次が32ゲーム目。来い、光らない。いや、これ抜けたってことかな。あー、もう背景も変わりましたもんね。ときめきゾーン、超ときめきゾーン抜けました。いやー、ダメだ。76までには当たらず、もう222まで回しましょう。さあ222ゲーム、こうきっちりで光ればかっこいい。いやー、ない。いや、持ち越されることもあるのかな。あー、これ3枚役ですもんね。いやー、ないか、どうしよう。でもこうなるとな、333までってなっちゃうんだよな。ちょっとだけ真由美ちゃん見よう。終わってる、終わってるやん。真由美ちゃん、ちょっと作戦会議、作戦会議しよう。で、サマリで言うと、はい、5000枚は出さなきゃいけないわけ。こっから、こっから2人で、
それ無理でしょ今のままやってたら、うん、まあ、バチリスクは、まあ、どうしよっかなっていう相談よ。だからこっから5000枚6000枚出さなきゃいけないって考えた上で、はい、立ち回りましょう。はい、頼むで。フリーズさせればいいから。そうするとそれですよね。イメージ、イメージしなさい。もうそれしかないです。ちょっとイメージしなさい。いけるいけるいける、とりあえず、とりあえずちょっとあの休憩兼ねて作戦会議したところ、台を移動します。私の中で絆のもし上だったら BC があんまハマらないっていう勝手なイメージあるんで、ちょっと今回はその勘を信じます。私も今多分マイナス900枚ぐらいなんで、アステカで出るかな3000枚。奇跡を信じてやります。奇跡を信じる真由美に開始早々チャンスが。おう、あ、激アツだ。もうおそらく入ってるのかな。あ、リーチ名ですね、入ってます。ごめんなさい、あ、ビッグプレーだった。多分大丈夫だと思うんだけど、揃わないし。あ、もうごちゃごちゃでごめんなさい。はい、ボーナス確定でした。白7だし。はい、260ゲーム。カットイン発生で白7ゾロイすれば ART なんですけど、カットイン青なんで期待できない。もう赤までいかないとでしょうね、きっと。はい、あたり終了。150枚です。アステカラッシュ突入とはならなかったが、ボーナス後4ゲームで引いたリーチ目からまたしてもボーナスに当選。うん、大丈夫。またボーナスだった。多分サボテン止まって白7のサボテンだから、あれもだからリーチ目なのかな。7ゲームで。でもこんなんじゃダメなんすよね。こんなんじゃ全然足りない。緑、おそらくさっき絆でちょっと減らしたでしょう。メダルをちょっと取り戻した感じです。もう本当にこっから5000枚出すって考えたら、こっちのコーナーに行くしかないな。目標達成のため一発にかけるヤマキンはハーデスの島へ。これね、こっかちょっとでも天井に近い台を打つっていうね。ハーデス一発引いてぐるんぐるんさせればいいんですもんね。なんか考え方が間違ってる気もするけどな。よし、もうこれで勝負です。残り時間もねそんなないんで、こっから5000枚出そうと思ったらもうハーデスしかない。フリーズさせればいいんでしょ。立ち回りとしてはね非常に間違ってる気もしますが、ただ目標枚数というかね、獲得しなきゃ枚数があるので、獲得しないといけない枚数があるので、もうこれで決めましょう。今遅れてないね。遅れてない。あ、遅れた。ごめん、全然聞こえない。これモード良くないですからね。あるんじゃないの。どうしよう。これあるぞ。うわー、マジかー、なんだよこれ。ボード、マジかー、うわー、マジかー。今のはちょっとしびれたなー。ショックを隠しきれないヤマキン。そしてゲーム数も1000ゲームを超え、追加投資が止まらない。
4枚目今1500枚投資でこれ4枚目、ね、初回から目標達成に暗雲が立ち込める。よしもう天井だ。そして真由美も出だしボーナス2連発と調子が良かったのだが、勝っちゃえ勝っちゃえいやダメだな、これじゃもう全然増えないや。ジャグラー作戦かな。ステ今何打ってんの。アステカです。アステカ初当たりは結構取れたんですけど、やっぱり伸びなかった。ちょっと抑えていこう投資を。俺がもうすぐ天井なの。もう今のところあの計画としては天井ハーデスで800ゲーム乗せて200ゲーム消化したあたりでゴッと引く計画にはなってるから、ね、マイジャグ勝負もありだ。もうねヤマキンの天井大逆転計画を信じジャグラーの島へ。うん、ビッグによるはず。これで合算上げてこ。ささあ巡り巡って3代目とうとうたどり着いたのはマイジャグラー3でございます。あと約1時間ちょっとなんですけども、もうこれにかけるしかありません。スパスパスパッと10ペカリほど、10ペカリ全部ビッグで。おお、ペカったペカったペカった。あ、そっか、これだとねカメラさんに映りづらいんですよね、このマイジャグの。これは見失った。あ、レギュラー、まあ、あの確率的には次ビッグが来ても良さそうな感じだったんですけども、あのジャグラーで3000万円の向けてのまずあの先駆けでしたからね、今のレギュラーはね。その後も100ゲーム内でボーナスを引き続けることに成功。 お早い。よしよしよし、32ゲームビッグ。うわー、ペカった。大丈夫大丈夫。あーは、58ゲームレギュラー。早いゲーム数でボーナスを引けているが目標達成には苦しいかとなると、この男は ちょっとやばい、やってもうた、やってもうた。ひなな3連してる。ちょっと待って、これ天井到達4ゲーム前でのまさかのひなな3連。4連で GG 確定の大ピンチだが、どういう気持ちで押せばいいんやろ、これどういう気持ちで押そうかな。ちょっとやばいやん、ちょっとやばいやん、演出起きてしまって、やばいやん、やばいやん、嘘でしょやっぱ嘘やん。終わった。こんなひどい話はもう、こうなったらキナナをね連続させるしかない。なんじゃこれ。ちょっと夢が出てきた。これ6連。ああない、ただこれクリアしてないよね。してないな、絶対してないな。ちょっとやばだ、ハーデス出てこない。空当たる知っとんの、それは。578ゲーム、大逆転計画が天井到達3ゲーム前で見事に散り、もはや万事休すか。そうねデータの
競技ミスとかでちょっと期待したけど、そらそやね、行ってないもんね、天井。うわ、ただもう一回あるから、もう一回ジャッジメントがあるからね。あ、いい、中段が来てる。はいはいはい、壁の薄いアパートで買えるわ、この犬。トイレはもっか。あ、でもおい、なんか引いたぞ、これ。これなんだ、なんだ、お尻の鍋出てるな。あ、なんか引いたぞ、これ。ん、あ、これ当たってる、これ当たってるな。はい、当たりました。よし、ある、まだ夢が、まだ夢がある。これしかも AT 中の当たりなんでね、 50% でレンチャンのお金が。あ、これ意外とあるかもしれない。君じゃないのよ。あるんですよ、こういうことも。来た、これは呼ぼう、これは呼ぼう、これは呼ぼう。まさにミラクルじゃないですか。どこ行った。ああ、もう気だな。4連したときは終わりやと思ったら。ご機嫌いかが、ちょっと来てもらって、ちょっと、はい、やってもうた。あ、何ですか。え、あるぞ、やばい、まだあるぞ、スターやん。耐えとけ耐えとけ、あとお兄ちゃんが何とかしてあげるから。あ、もうお兄ちゃん頑張って、そのあるとこめちゃこう、やば、よしよっしゃ、よし。これしかもストックも結構あるぞ。かっこいい。いや、もうはいはい、え、犬中？よっしゃ、じゃあお兄ちゃん任せた。私もう投資減らせないように地味に増やせるように頑張っとくから。もうあの後半戦はもうね、山金さんメインで、私はもしかしたら1000枚出すかもしれないけど、もうダイジェストでいいや。大スター半端じゃない。なんかこれでちょっと安心して、ジャグラーホテル。あ、私も負けてないよ。まあほら、ダイジェスト用に取っといてくれるかな。はい、順調です。42ゲームビッグ、作戦成功っていうか、なんとか。はい、とここでですね、タイムアップということで、とね、作戦としてはもうちょっと増やしたかったんですけども、まあまあもう切りのいいところでということなので、私の実戦は終了です。結果はエンディングで。お疲れ様でした。ドラムロール。本日はいまいちな展開だったまゆみ、一応メダルを流すことはできたみたい。さあ、残すはゴッドを引いたお兄ちゃん。ゴッド揃いからのジャッジメントに期待は膨らむ。さあ、誰？来た来た来た、お久しぶりです、先輩チョス。ついに念願のハーデス降臨。目標達成のためにも大きく乗せたいところ。よし、とりあえずカットインがないと始まらないからね。よしだ、行け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 、ダイ、いやダメだ、続け、あーリアッカーしょぼいな。いや、まだでもね、ジャッジメントのストックがまだまだあるから大丈夫。
と残り2回のジャッジメント、次は誰が出てくるか。さあ何、よし、またもやハーデス登場、今度こそ大量上乗せなるか。来た、これはもらったでしょ。成功し、出玉も気づけば3000倍を突破。さあ、最後のジャッジメントは誰が出てくるか。おし、いけ、よし、おお、当たった。ぐるんぐるいかないか、まあまあいいか、はい、5000枚ゴッド降臨で4000枚を突破、目標達成が見えてきたか。さ、目に見えてるのはここまでだと思います。そうね、こっからストックがあるかどうか、32ゲームが勝負ね。始まった、始まった、当たったね、よし、それあるわね、それあるでしょ。はい、よく、よし、実戦終了、お疲れ様です。ちょ待って、はい、終わってないから俺まだ。あ、私は終わ、いや私は終わったって聞きましたよあなた。はい、飛行機の時間があるらしいじゃないですか。そうなんですよ。それで今勝手に終わろうとしてるでしょ。いや私も待ってたい気持ちは本当山なんですよ。山本当山でなんですけども、実はですね、私、はい、諸事情により、まあ、飛行機の時間は待っちゃくれないということでですね、はい、ちょっと待って、今本当に、はい、今本当どうなるか、はい、これはいけるかもしれんっていうところまで来てんのよ。もう目標まで、てあとちょっとよ、本当に、はい、それを見ずに見たい気持ちは本当、後で電話くれます本当、はい、改めてどんな状況か、そうですね、再確認させてくれ。2人の、うん、あの、まゆみちゃんが、はい、私がざっくり言いますと、投資が1050枚の回収が457枚と流すことができまして、なるほど、マイナス593枚で収めることができました。ご苦労さん、はい、593枚で、僕が投資が1950枚なんですよ、はい、ということはまあ2500枚ぐらいでしょ。6500枚出せばいいってことだから。で、でもヤマケンさん今およそ持ってる、今だから4000枚ちょっと持ってるから、ね、あと2000枚よ、あと2000枚出せばいいだけよ。だってお願いします、まだストックあるもん、多分。ああ、もうちょっと心強い、こんな心強さがこんなすぐ隣にいただなんて。おいおい、今頃遅いじゃないのか、気づくのか遅いじゃないのか、実践終了の時間に気づいたみたいまあとりあえず今日はまだ結果出てませんが、はい、この後僕がやって、はい、ね、一応クリアしておきますんで、まあ安心して帰ってください。します、うん、ということで1回目はなんとまゆみちゃんが途中で帰るっていう終わり、はい、どんな終わり方なの1回目から。あのハプニング、ハプニングでもないけど、ということでこの後は僕はまだ見せ続けたいと思いますので、今日は1回目ということで、はい、3回はね、ありますから、あと2回、はい、見ていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、今回はこの辺で、この後僕はまだ見せ続けます。さようなら、さようなら。
さあ、まゆみちゃんが帰って僕が居残ってやってますが、なんと行きました。これはいけるかもしれない。トータル僕が6543枚流せれば最終的にミッション4000枚目標クリアなんですよ。これはね AT 中に引いたんで出てきますよね。よし頼む。いいよ。これで200ゲームぐらい乗せれれば。よし来た。あー、いかないか。来た。よし150。あー、いかないか。150か。まあでもこれでね、ループストックがまたストックが溜まった可能性ありますからね。ない。30ゲームない。嘘でしょ。紫柄も引いたのにない。終わった。さあ、ということでまゆみちゃんが帰りまして、あの後僕は残って打ったわけですけども、6543枚流せば目標クリアのところ、流した枚数が5084枚ということでクリアならず。まゆみちゃんはもう飛行機乗ってるんでしょうか。申し訳ない。まゆみちゃん、あんなに大口を叩いておきながら、こんなに早く僕もねエンディングを撮ってると思いませんでしたけども、今回はクリアならずということで、あと2戦残ってますんでね、この2戦でなんとかどっちもプラスにして皆さんのプレゼントをゲットしたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。終了でございます。